だい様子は。少々疲れているようです。着替えもせず眠ってしまった。ですがその他は昨夜と変わりありません。やはり興味深いね。彼はたとえ影時間への適性があっても初めはもっと不安定になるものだ。記憶が消えたり混乱したりね。今までの誰とも違う実に例外的なケースだよ。でもなんかこれじゃモルモットみたい。そう言ってくれるな。彼はクラスメートだそうじゃないか。同学年の仲間ができれば君も心強いだろう。我々にはどうしても力が必要なんだよ。それは分かってますけど。こちら作戦室だ。秋彦か、どうした。すごいやつを見つけた。これまで見たこともないやつだ。ただあいにく追われてたな。もうすぐそっちに着くから一応知らせておく。それ奴らがここに来るってことですか。理事長、今日の監視はひとまずここまでに。我々は応戦の準備をします。頼んだぞ。秋彦、大丈夫だ。それよりすごいのが来るぞ。見たらきっと驚く。面白がってる場合か。真田君、奴らなのか。はい、ただ普通の奴では。何この揺れ、冗談でしょ。理事長は作戦室。竹葉、君は2階にいる彼を起こして裏から逃がすんだ。先輩たちは。ここで何としても食い止める。秋彦、連れてきたのはお前だ。責任は取ってもらうぞ。奴らの方が勝手についてきたんだ。まったく何してる。早く行け竹葉。わかりました。悪いけど説明してる暇ないの。今すぐこっから出るから。とにかく急いでるの。1階の裏口から外へ出るよ。待って、念のためこれ持ってて。じゃあ一気に行くよ。ここまで来れば。竹葉、聞こえるか。はい、聞こえます。気をつけろ、敵は一体じゃないみたいだ。こことは別に本体がいる。マジですか。ひとまず退却。でもどうしよう、正面玄関にも奴らがいるし。とりあえず上。ねえ、大丈夫。ちょっととにかく今は逃げないと。
ここを襲ってきた化け物、シャドウ。いたぞ。待て。やはりか。なんだ今のは。終わったな。シャドウ、さっきのやつの破片から？再びお目にかかりましたな。
あなたは力を覚醒したショックで意識を失われたのです。ほう、覚醒した力はオルフェウスですか。なるほど、興味深い。それはペルソナという力、もう一つのあなた自身なのです。ペルソナとは、あなたがあなたの外側の物事と向き合ったとき表に出てくる人格、様々な困難に立ち向かっていくための仮面の鎧と言ってもいいでしょう。ペルソナ能力とは、心を御する力。心とは絆によって満ちるものです。他者と関わり、絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。よくよく覚えておかれますよ。さて、あなたのいらっしゃる現実では多少の時間が流れたようです。これ以上のお引き止めはできますまい。今度お目にかかる時には、あなたは自らここを訪れることになるでしょう。ではその時までごきげんよう。気がついた。気分はどう？ああ、よかった。やっと起きたよ。あ、ここは辰巳記念病院って言って、駅前からちょっと行ったとこよ。体の方は心配ないって、過労みたいなもんらしいけど。あのさ、ごめんね。あの時は何にもできなくて。でも驚いた。すごいね、あの力。シャドウのことね。シャドウは私たちが戦っている敵。それにあなたが使った力はペルソナって呼ばれてる。大丈夫、後でちゃんと説明するから。ごめんね、隠してて。さ、いきなりでなんだけどさ、私もね、あなたと一緒なんだ。私のお父さん、小さい頃事故で死んじゃってさ、お母さんとも距離が空いてて、あなたも一人なんでしょ。実は私、あなたの身の上いろいろ聞いちゃっててさ、私だけ知ってるのも嫌だし、話さなきゃってずっと思ってて。昔さ、この辺りで大きな爆発事故があったの。お父さん死んだのそのせいらしいけど、詳しい事情分かってないんだ。お父さんが勤めてたの、霧城グループの研究所だったの。だからここにいればお父さんのこと何かわかるかもって思って、学園に入ったのも、この前みたいなことやってるのもそういうわけ。もっとも怖くてあのありさまだったけどね。私も初めてだったんだ、敵と戦うの。ごめんね、私が頼りないせいでこんな。うん、でもごめんね。それに起きた早々こんな話。待ってる間いろいろ考えちゃってさ、今までいろいろ隠してたし、まずは自分のこと話さなきゃって。でも聞いてくれてありがとう。誰かに話したかったんだ、ずっと。じゃあそろそろ行くね。目を覚ましたって知らせないといけないし。目が覚めたらすぐ退院できるって言ってたから、今日のうちに戻れると思うよ。じゃあね。
の？違うっての。もういいかな。というわけで。昨日の今日でが半分は私のせいだと。だからほら、無事到着。大丈夫そうでよかった。朝言った通り4階まで来て。体の方は大丈夫そうで何よりだ。安心したよ。退院早々ここへ呼んだのは他でもない、君に話さなきゃいけないことがあってね。ま、かけて。あ、そうそう、前に名前だけは言ったと思うけど、彼が真田君だ。よろしくな。さて、いきなりであれなんだけど、実は1日は24時間じゃないなんて言ったら君は信じるかい？まあそうだろうな。しかし君はもう実際にそれを体験してるんだ。初めてここに来た夜のことを覚えてるか？あの日君はいろいろと不思議な体験をしたはずだ。消える街明かり、止まってしまう機械、道に立ち並ぶ棺のようなオブジェ、うすうすは感じたんじゃないか。自分が普通と違う時間をくぐったこと、あれは影時間。一日と一日の狭間にある隠された時間だ。隠されたというより知りようのないものってとこかな。でも影時間は毎晩深夜0時になると必ずやってくる。今夜、そしてこの先もね。普通のやつは感じられないってだけだ。みんな棺桶に入ってお休みだからな。けど影時間の一番面白いところは見た目なんかじゃない。お前も見たろ、怪物を。俺たちはシャドウと呼んでる。シャドウは影時間にだけ現れて、そこに生身でいるものを襲う。だから俺たちでシャドウを倒す。どうだ、面白いと思わないか？秋彦、どうしてお前はいつも痛い目を見たばかりだろう。まあいいじゃないか、ちゃんと戦ってくれてるわけだし。結論を言おう、我々は特別課外活動部。表向きは部活ってことになってるけど、実際はシャドウを倒すための選ばれた集団なんだ。
部長は霧城満君、僕は顧問をしてる。シャドウは精神を喰らう、襲われればたちまち生きた屍だ。無気力症、君も聞いたことがあるだろう。我々はあれを影人間と呼んでいる。このところ騒がれてる事件もほとんどが奴らの仕業だろう。実はごく稀にだけど、影時間に自然に適応できる人間がいてね。そういう人間はシャドウと戦える力を覚醒できる可能性がある。それがペルソナ。あの時君が使ってみせた力さ、シャドウはペルソナ使いにしか倒せない。つまり奴らと戦えるのは君たちだけなんだ。飲み込みが早くて助かるよ。要するに君に仲間になってほしいんだ。君専用の召喚機も用意してある。君の力を貸してほしい。よかった、あなた断るかと思ってた。ちょっと心強いかも。いやー感謝するよ本当に。ああそうそう、君の寮の割り当てだけどね、このまま今の部屋に住んでもらうことにしよう。偶然のびのびになってたけど、こりゃ怪我の巧妙だね。偶然のびのびってあれは調子いいというか。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝愚者のペルソナを生み出せした時、我らさらなる力の祝福を与え。というわけで今日の話し合い、今後の活動については、君たちもこんな週末、明日は日曜日だし、ゆっではこれにて解散で。あれ分かりにくかったかな。ほら日曜日はサンデーだろ。サンデー、解散で。やあ、前にもあったはずだよ。もうすぐ終わりが来る、なんとなく思い出したんだ。だから君に伝えなきゃと思って。全ての終わりだよって言っても、実は僕もはっきりとは分かんないんだけどね。それよりとうとう力を手に入れたみたいだね。それもちょっと変わった力みたいだ。何にでも変われるけど、何にも属さない力。それはやがて切り札にもなる力だ。君の在り方次第でね。初めて会った時のこと覚えてる？交わした約束はちゃんと果たしてもらうよ。僕はいつでも君を見てる。たとえ君が僕を忘れててもね。じゃあまた会おう。いるなら下まで来て。真田先輩が呼んでるから。呼んできましたけど、どうしたんですか？わざわざすまない。紹介したい奴がいるんだ。おい、まだか。ちょっと待って。もう、純平？なんであんたがここに？紹介ってまさか。2年 F 組の伊織純平だ。今日からここに住む。
どうもっす。今日から住むって嘘、何かの間違いでしょ。この前の晩偶然見かけたんだ。目覚めてまだ間もないようだが、こいつにも間違いなく適性がある。事情は大体話してあるが、俺たちに力を貸すそうだ。適性があるってそれ本当なの？俺夜中に棺桶だらけのコンビニでマジベソ書いてたらしくてさ、つか正直あんま覚えてないんだけど、見られてたみたいで恥ずかしい。でもまあなんつうか、最初のうちは仕方ないんだと。記憶の混乱とかありがちらしいんだよね。君たちそういうの知ってた？ならいいんだけどさ。まあこれペルソナ使いの常識だから。けどさ、正直驚いたぜ。お前らもそうだって聞かされた時はさ。まあでも知ってる顔いてホッとしたっつか、さすがに一人じゃ不安じゃん。お前らもさ、俺っちが仲間になって本当んとこ嬉しいだろ。え、まあね。そういうわけだ。よろしく頼んだぞ。だいぶ戦力が整ってきたな。これで始められそうだ。お、早速何か始まるんすか。いやー、ワクワクするっす。これだけ頭数が揃えばあの場所に挑める。あの場所ってタルタロスですよね。タル…なんすかそれ。影時間の謎を解く鍵がある場所か。おそらくな。謎を解く鍵か。明日の夜、理事長から詳しい説明がある。そのつもりで準備しておいてくれ。ちょっといいか。今晩4階の例の部屋に集合してくれ。伝えたいことがある。お、早速あれのことっすね。詳しい説明はその時に。じゃあ伝えたぞ。ほんと要件だけ言って去ってったな。私たちと違って忙しいんでしょ。生徒会とかそういうのでさ。え、あれ、ユカリッチってキリチョウ先輩のこと嫌い？別に嫌いじゃないけど。さて、ようやく終わったな。呼ばれたのって早速ってことだろう。早いとこ帰ろうぜ。まさかの人身事故で遅延とか。もう暗くなってるしよ。最近こういうの多いよな。無気力症とかいうのも流行ってるし、世の中ヤバすぎだろ。みんなもうついてるってよ。俺らも急がねえと。俺腹減ったんすけど、この商店街便利だよな。そういや上のラーメン屋もさ。おお、分かった。よし、全員来たようだ。うっす、早速始めちゃいましょう。
それじゃあちょっと聞いてほしい。我々の要するペルソナ使いは長い間キリジョー君と真田君の2人だけだったけれど、最近トントン拍子に仲間が増えて今や5人にまで増えてる。そこでだ、今夜0時からいよいよタルタロスの探索を始めようと思う。昨日も聞いたんすけど、そのタルなんとかって何なんすか？タルタロスね。てか純平、あれマジ見たことないの？はて、見てなくても不思議はないさ。何せタルタロスは影時間の中だけに現れるからね。影時間の中だけ？シャドウと同じってことさ。面白いだろ。特別課外活動部はシャドウと戦うための集団だ。しかし影時間に現れるシャドウをただ闇雲に倒したところで根本の解決にはならない。その元を断つ、つまり我々は影時間自体を消滅させることを目指している。よくわかんねえすけど、じゃあそのタルタロスを調べりゃ影時間が消せるってこと？まだ確証はない。曖昧な答えで申し訳ないが、それを調査するのも我々の仕事だ。とにかく今は情報が欲しい。我々がそこで触れるものは全てが有力な手がかりになるだろう。だからタルタロスの探索は我々の最重要課題なんだ。シャドウは人知れずだが、確実に社会に影響を及ぼし始めてる。世界の命運は君たちペルソナ使いにかかっていると言っても大げさじゃない。責任重大っすね。やっぱ正義のヒーローは負けらんねえ。それに俺たちのスキルアップにもうってつけの場所だ。あそこは行ってみればシャドウの巣だからな。おう、シャドウの巣っすか。っていうか先輩、その体で行くんですか？明彦は怪我が治ってない。同行はしてもらうが探索は無理だ。分かってるぞ。先輩の分は俺がバッチリカバーしますって。なんか不安だな。理事長はどうされますか？僕はここに残る。どうせほらペルソナは出せないしさ。は？ここ？どういうことっすか？ここって学校じゃ。見てればわかる。ほら0時になるぞ。これがタルタロス。影時間の中だけに現れる迷宮だ。迷宮って何なんだよそれ。俺らの学校どこ行っちまったんだよ。影時間が明ければまた元の地形に戻る。こんなでかい塔が丸ごとシャドウの巣って、てかおかしいっしょ。なんだってうちの学校のとこだけこんな。先輩たちにもわからないんすか？ああ、きっといろいろあるんでしょ、事情が。わからなきゃ調べればいい。ここを本格的に探索するのは俺やミズリにとっても今夜が初めてだ。ワクワクするだろ。どう見たってここには絶対何かある。影時間の謎を解く鍵になるものがな。
秋彦、意気込むのは勝手だが探索はさせないぞ。うるさいな、何度も言うな。中もすげえな。でもやっぱ気味悪い。ここはまだエントランスだ。迷宮は階段の上の入り口を抜けてからさ。まずは慣れてもらう。今日の探索はお前たち3人だけで行け。え、新人だけでですか？深入りさせるつもりはない。それに必要な情報は私がここから通信でナビゲートする。それとな、現場でのチーム行動を仕切るリーダーを決めておこうと思う。リーダー？それつまり探検隊の隊長？はいはいはい、俺俺。お前がやれ。なんですか、こいつ隊長っぽくないっしょ？あのね、彼はもう実戦経験者なの。マジ？確かにそれもあるが、選んだ理由はもっと簡単だ、純平。それに竹葉もだが、ペルソナの召喚、あいつのようにちゃんとできるか？もちろんっす。バッチリ決めますって。私も大丈夫です。相手はシャドウだ。できなきゃ話にならないぞ。はい、分かってます。よし。行ってこい。準備はいいか、リーダー。どうしたの？しておりました。いよいよその力使いこなす時が訪れたようですな。ちょっと大丈夫？どうしちゃったわけ？まさか寝てたとか。お前はあれか、国会で居眠りする大物政治家か？リーダーなんだからさ、頼むぜマジ。なんでもないならいいの。
とにかく行こう。リーダー。